ちょっと待って、今のはなしになっちゃう。今日腰が痛い、腰が痛かった。今あれだよね、素振りだよね。素振り、あ、素振り、そうそう、あ、最初の素振りね、素振り、素振りだ、素振りだよ、素振り。どうぞ。絶対あれ、ふざけてるよね、絶対ね。絶対ジョークだよね、多分ね。同じスイングしても、うん、こう角度がね、こうなったりこうなったりして、で距離が変わってくる。だからこう、キャディーさんが あと何ヤードですね、80ヤードですね、うん、じゃあ9番ですかね、なんですかね。あ、キャディーさんが教えてくれるんだ。そう、あと何ヤードありますね。あ、なるほどね。教えてくれれば、じゃあその大体の番号が分かると。あ、じゃあ別にそれは覚えなくていいって。9番をみたいな感じで、オペメスみたいな感じで。ああ、なるほどね。そうそう。でも今日は5番アイアンしかないから、だから5番でやるしかないんだけど。ああ、そういうことね。ちょっとじゃあ1回5番アイアンで普通にスイングしてフルスイング。これね、球がね、うん、あの本当はこれとティーショットってのは最初こうじゃん。うん、でもそれ以外のやつはこう怒ってる状態。あ、芝生の下に。じゃあ以上置いてやる。置いていいよ、置いてやる。置いてやる。そうそうそう。ウィーンとこれ自動出てくる、かっこいいねこれね。うん、すごいね。じゃあこれでやればいいってことだね。こんな感じでいいかな。そうそうそういうこと、そういうこと。地面ダフらないの気をつけてね。これ飛ぶじゃん。あともう一個、うん、こう最後に芝生をこう直す練習を、こう芝生を埋める練習をちゃんとしないとね。なんで？いや、それ芝生、癖をつけないと。芝生がこうめくれちゃって、そのまま行っちゃったらさ、マナー違反だから、常に芝生を直す癖をつけるっていう。へ、そうなんだ。打った、あ、癖をつけとかないとダメだと思うね、俺はね。そうなんだね。俺はそう思うよ。じゃあ腰痛持ちの先生、これね、こうやってやるんだよ、ポロンって手でやるのはね、ちょっと素人かね、うん、ポロンってこうやるんだ、ポロンって。あ、なるほどね。そう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 。で、これちょっとこうやって、うん、じゃあ行くから。あれさ、芝生の直し、大丈夫あれ、ね、教えてくれてんだけどさ、なんかよく空振りするしさ、大丈夫か。今日腰痛いから。あのね、大体ね、まあ俺もほら打ちっぱなし行ったのが22、3年前だから18、23年前、打ちっぱなし、うんうん、ゴルフクラブに行ったのも23年ぶりだから、うん、あんま変わらないでしょ。変わらないね、うん、だからそんなに偉そうにしちゃダメで、調子いいから、たまたま調子いいから。おっ、うん、腰治ったら選ぶってない、選ぶってない。ただ、あ、結構当たるなと思って。俺が腰治った時は多分こんなもんじゃないから、うん、ああ、なるほどね。今日はちょっとやっぱり腰やってるからね、うん、俺あのミスター X の真似とかできるよ。だから、そのくだり分からんでだろ。私、我々の戦果に入る。全然分かんないって。俺すら知らないな、ミスター X いたっけそんなの。こうなんかね、ハイネック、敵のボスみたいなやつだっけ。そうそう、メガネかけててね、ハイネックの紫色のね、軍服みたいな紫のやつ着てて、で、ここにね、X って帽子がね、X って書いてある。 X ってロゴ入りなんだ。ロゴ入りで X って。あ、これ、これ直さないとダメ。あそこの80ヤードの手前のグリーンに一発チップインするから、ああ、距離じゃねえんだよ。いやいやいや、ねえ、今日まともに一回も当たってないよ。あのね、グリーンから直線上に引いたところに足がこう来るはず、うん、こういうふうに引いたところに足がこう、角度がこうなるはずでしょ。あとね、風を見切らないとダメだね。風ね、うん、今日は吹いてないけど。え、今日雨降ってるけど、その雨とか関係あんの？雨はね、引き取り関係ないかな。雨よりも風。風？いや、これ本当は一発だから、うん、グリーンね。グリーンだから、ガチだから。ガチでね。ガチガチ。あんまりガチって言わないけど。まあまあまあ、一応乗ったんじゃない。ほら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 。じゃあ最後に対決を、早速対決を。対決をしたいと思います。まあちょっと10年早いけどね、俺言ったら。じゃあとりあえずその80ヤードのところに。あそこね。どれだけ近づけるか、3球打って、一番近い球の勝負、うん、交互に打ってね、3球ね、一番近い球で勝負っていうね、微妙な場合は、ちょっとこのぐらいかなって言ったら俺の負けでいいから、あの距離をね、あ、どこカップのに一番近い人っていう距離ね、距離のやつ、ゴロでも何でもいいから、うん、で、あの一番近い人の勝ちね。了解了解。昨日も言ったけど、あの微妙な判定はそっちの勝ちでいいから。分かった。負けた方は全部ここは火を払う。あ、ここの今日の費用ね。あとグッズも買ってあげるから。買ってあげる？いや、負けたらこのテーブルあげる。このテーブルあげるから。
あ、これ景品、うん、あげる。いいね。じゃあこれをかけて勝負。はい、いいよいいよ。で、じゃあ俺が勝ったら、あの今度ビールを持って。ビールね。自分の店でビールを持って。あ、了解了解了解。じゃあ、じゃあ俺高校で。高校ね、いいよ。じゃあ、じゃあ先生が先行で、俺が高校でいきます。ドローだねこれね。いや、ドローじゃない、さっきこれは俺のが近かった。あ、そう、これ一番近い。じゃあ今のところね、今のところね。あ、失格かもしれない。ん、これ直してない、打った後に草を直さないと失格。あ、それも入り、やっぱいいや。狙ってると思うんだよね、なんか。2個同時打ち。これはまだ教えられないから、いつか教えてあげる、この2個打ちっていうのは、ね、じゃあ2投目いきます。今のところ分かってるからね。これは、どっち。いや、勝ってる。これはじゃあ、とりあえず、ね、うん、じゃあ、これラスト。いや、そうだね。これラストでしょ。こっからが本当の勝負だから。じゃあ、今までのはさ、余興ドライバー使いなんだね。ゴーグルはさ、これ一本持ってたけど、木のドライバー、ライデンっていうね、あれと一緒だもん。はい、終了。いいよ、じゃあ、まんま負けだから。いや、もうやんなくていいんだよ、勝ってるから。あ、そうか、もう終わりか、これで。あ、俺の勝ち。何これ。昨日アマゾンで買ったんだ。昨日、一昨日かな。いや、これ贈呈するから。じゃあ、あ、いや、結構です。いや、いいです。ごめんなさい。いいから。ほらつけていいから。じゃあ、これいただきましたんで。おめでとうございます。これ、あれ、ゴミ箱ってどこだっけ。はい、じゃあ終わりましたけど。はい、終わりましたよね。まあ、まだまだだね。どうでしたかって、俺が聞くで、先生が聞くで、俺に。な、あ、教えてくれたんだ。そうだ、あ、そうだ、俺が教えてたんだっけ。そう。あ、どうでしたか。あれですね、思ったより、はい、当たるなとは思ったけど、はい、どうでした。まあ、先生からして。まあ、まだまだだね、まあ、これが始まりだから。確率的には、うん、8-2 で、俺の方が当たってたよ。まあ、当たる当たらないっていうのは大きな問題ではないね。うん、いざ本番でどうかっていうね。そうだね。練習と本番は違うの。そう。でも俺の持論は練習と本番同じ。練習だからいいやなんていうやつは本番じゃ戦えない。ああ、まあ確かにね。うん、練習を怠ったらダメだもん。うんうん、そういうこと。で、練習と本番を別に分けるやつは一流のアスリートになれない。一流になろうとは思ってないんだけど、うん、まあ、とりあえず今日初めてだったから。うん、そうだな、感想としては当たるのは。うん、まあ、多分まぐれだと思うけど、毎回違うじゃん、うん、こう打ってまっすぐ飛んだりなっていって、うんうん、フォームが結局のところバラバラだと思う。そういうこと。まあ、結論から言うと、あのコース出る前にやっぱり一回教えてもらった方がいいと思うから、まあ、次回その練習風景を撮るときはやっぱり上手い人を一応呼んで、ちゃんと一回ちゃんと教えてもらって、でちゃんとしたフォームを作ってからコースに出るっていう風にした方が多分いいと思う。まあ、ぶっちゃけ俺かなり適当だったからね。まあ大丈夫、俺も半分で聞いてたから。そうだね。でもさ、うんうん、なかなか理にかなってなかった。まあ正確ではないにしろ。まあ人からの受け入れの部分は多分ね、良かったと思う。それ以外は大体デタラメだから。じゃあやっぱそのデタラメの部分を、うん、あのちゃんと上手い人に、っていうかちゃんと知ってる人にちゃんとレクチャーしてもらって。うんうん、そうだね。ただデタラメの状態から新しいものが生まれるの。人から教わって教わってじゃ同じものしか生まれないじゃん。俺たちが新しいゴルフを作るってどうよ。いや、基本が多分大事だと思う。そうね、とりあえず基本あっての応用みたいな、うん、俺たちのゴルフってどう。俺たちのゴルフっていうほら塾の先生だからさ、やっぱ基本あっての応用じゃん、うん、まあそうだね、勉強もない。そうだね、そうだね。じゃあとりあえず今日はこんな感じで終わりますか。はい、とりあえず次回どうですか。ゴルフはちょっとずつちょっとずつのんびりね、あのちょっと腰痛いから、うんうん、じゃあ次はまた次回またね、お楽しみに。チャンネル登録を。じゃあチャンネル登録とグッド、よかったらグッドボタンを。今のところ9人いるんで
9人そうだね、そうそうそう、増えたね。え、今3日目4日目4日目でね、4日目ぐらいで9人、すごいすごい、まあまあいいです。でも だいたい知り合いだと思うけどね。そうだね。まあそんなもんだよ。そうそんなもんだね。もじゃあまた次週、またよろしくお願いします。お願いします。またね。ゴール終わった後のサウナにカレー、あれ覚えると他の遊びがバカらしくなるくらいだぜ。